富士宇市湖に架か,かる、我が谷釣橋大日山山中温泉コオロギ橋、茅野の大杉山中、大日次山形立自然公園は、石川県の県立自然公園。加賀市と小松市にまたがる。石川県南部の山間部にある、山中温泉とその背後にある、我が谷ダムや、富士宇市が、竹、大日山一帯などを含む2,576ヘクタールの自然公園である。 指定区域は山中温泉から富士宇都市が竹にかけての地域、大日山頂部一帯の地域、先族が滝等の滝や渓谷が見られる地域、江戸時代の九谷焼の釜跡がある地域の4団地からなる。1967年10月1日に石川県で初めての県立自然公園として指定された。山中温泉に近接する。 鶴仙景は、大西寺川中流域にある祈願、深淵の景勝地である。総日の木造りのコオロギ橋を起点として渓谷沿いに、遊歩道が整備され四季折々の景観を眺めながら、散策することができる。富士宇都市が竹には三つの登山口がある。その一つが国東山口は我が谷ダムのダム湖に架か,かる我が谷吊り橋を渡り、二時間ほどで山頂まで登ることができる。 大日山の登山道は山中温泉まさ町を起点として二つの登山口があり、いずれも山頂まで約三時間ほどである。絶滅危惧種の越前大門寺草はこの自然公園と福井県の一部でのみ見ることができる。石川県自然公園一覧石川県 AB、e 県立自然公園石川県 AB、e 白山1974年6月20日、 石川県白山自然保護センター。県政の主な歩み昭和42年昭和43年、石川県、富士市が、竹香がし、越前大文字層石川レッドデータブック植物編2010インデックス。ありがとうございます。